はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、陸上自衛隊のヘリコプターがですね、えー、沖縄のあたりのですね、宮古島ってところでですね、あの、急に消息を絶ったとかですね、えー、まあそんな感じのお話がありましてってことで、はい、えー、なんかネットの方ではですね、割と話題になってるんですけど、テレビとかでもやってるってことなんで、えー 報道規制みたいなのは入ってないみたいですね。で、えー、そうですね。最初見たときはですね、あのー、まあ、中国に撃墜され,されたんじゃないかとかですね、なんかそんな感じの、えー、話があってあ、ネットの人は言ってるんですよ。で、えぇ、ー、まあ、そうなのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとわかんない。 えー、日本もの、日本の方もですね、あのー、なんかあんまり、情報をですね、言わないみたいで。はい、えー、パタパタ絵でですね、パタパタ絵ぐらいは多分ね、許してくれると思うんですよ、えー。割とですね、幹部の人がですね、8人ぐらい乗ってたそうで、えー、で、部品とかがですね、バラバラになった部品とかが見つかったそうで、で、えー 消息不明になったあたりにですね、中国の軍艦かなんかがですね、いたそうで、みたいな感じのお話もあるんですけど、そんなところにですね、近づくかなみたいなっていうのと、中国の船がですね、えー、これがあの、宮古島ってとこなんですけど、えー、このあたりまで来たとかですね、 いや、そんなことができるかなっていうと多分ちょっと難しいと思うんで、それはあの、なんか、えー、嘘情報っていうか、憶測が結構入ってるのかな、みたいな、思いますけどね。はい、まあ、ちょっとよくわかんないんですけどね。あの、これ系のニュースはですね、全く見たことないんで、あれですけど、 はい、えー、で、えー、そうですね、撃墜された可能性もですね、あるかもしれないんですけど、えー、撃墜されてても日本という国はですね、弱いからですね、えー、発表できないんですね。えー、中国とアメリカが多分は、話し合って、えー、発表していいよとかですね、いうお話になったらですね、発表って感じですかね。で、えー、 そうですね。で、中国の人がですね、うん、自衛隊の、陸上自衛隊の幹部を、えー、消したかったとして、えー、こんな感じで消すかなっていうとですね、ちょっと微妙で、その辺、あの、例えばカラオケとか行ってるときにですね、パスッと撃っちゃえば、例えばけ、消したかったらですよ。 なんかそっちの方が消しやすいような気がするんで、こんな派手にですね。まあ、よほど戦争に突入したい場合はですね、やるかもしれないですけど、やるかなっていうとですね、ちょっと微妙かなと。はい。で、えっと、今ですね、割とですね、あ、キッシーとかがですね、キッシーとか稲田とかがですね、はい。キッシーとか稲田とかがですね、防衛費をですね、上げるためにですね、 ええー、いや、戦争に突入するんじゃないかとかですね。ええー。なんかいろいろやってるみたいなんで、その辺の一環と考えた方がですね、割とこう、可能性が高いのかなみたいな。で、ええー、ちょっとわかんないですけど、ええー、多分ですね、法人税でですね、例えば、 トヨタとかですね、アップルとかあの辺から税金を取るっていうことをするかっていうとですね、おそらくしなくてですね、多分、タバコとですね、こっちの、えー、に、日本中全体でからですね、えー、2000億円ってことなんで、一人、え、4000円ぐらい、毎年ですね、税金を、えー、取るとかですね、タバコの値段をですね、一箱1000円にするとかですね、 こっちの方で、えー、こっちの方は、法人税の方ですね、上げるふりが、ふりをするんですけど、結局たくさん取れないみたいな感じになるような気がするんですけど。で、えー、はい、えー、本当にですね、中国が下墜した可能性が高いかですね、あの、日本国がですね、なんかやってる可能性が高いか、っていうとこなんですけど、 はい、えー。で、これがですね、宮古島だそうなんですけど、えー、ここにですね、自衛隊の基地があってですね、えー、このぐらいで5キロ、10キロ、15キロ、20キロ飛んで、25キロでこの辺でですね、消息を絶ったそうなんですよ。で、えー で宮古島がですね、ええー、まあこ,こんな感じで、まあ海の中でですね、沖縄がここで、この辺だそうなんで、この辺くるっとですね、えー、捜索すればですね、いろいろ見つかるような気がするんですけどね。で、えー そうですね。激墜激追だとですね。あ、どうなんだろう。激墜だとですね。あれなのかな瞬間的にみんな死んじゃうから。あれなのかないろいろ派遣できないのかなで、えー、墜落とかだったらですね。えー、なんかこう、救命ボートとかですね。近くその辺いたりとかですね。 するような感じなのかなっていうところで。で、えー、中国の船がですね、例えばこの辺まで来てたらですね、えー、問題になるし、たぶん、例えば近くにいたら、この辺にいたらですね、自衛隊の方は把握してると思うんで、はい、えー、でですね、えー、そうですね、えー 激墜されてたらですね、それが多分、えー、この辺の人から見、見えちゃってると思うんで、あの、口止めをしないといけないとかですね、えー、誰かに喋る前に消さないといけないとか、そんな感じになっちゃうんで、ですけどね。あ、どうなんだろう。はい、えー、えー、っと、私は今の日本という国はですね、あんまり信用してないんで、えー、例えばですね、うーん、 ヘリコプターをですね、た、例えばですよ、飛ぶ前に爆発させて、で、えっ、ー、と、部品を一回海にばらまいてですね、それをこう発見して、いろんなものが発見したよ、みたいな感じのことも、やってるかもしれないんで、はい、日本っていう国はですね、ちょっとそこまで、やるのかなっていうとですね、やるかもしれないと。<laughs> いう可能性のが私の中では高いんですけど。はい、えー、防衛費を上げるためにですね、そこまでするかっていうとですね、えー、するかもしんないねっていうところなんですけどね。で、えー、で、これがですね、うん、自衛隊の方はですね、割と協力的だと思うんですよ。その、国民からあの、増税して、あの、防衛費分取るからこれやってっていうのはですね、 あ、やりましょう。キッシー、キッシーさん、うちは全面協力ですよ。その代わり、うちに毎年、あの、1兆円、あの、余分に予算つけてくださいね。よし、わかった、みたいな感じでですね。えー、二つ返事ぐらいかもしれないんで。<laughs> やめるか。ちょっとやめるか。みたいなね。えー、話をしてる人がネットの中でもおりました。はい、キッシーはそこまでやるか、みたいな。 はい、えー、なんでね、えー、で、その、うん幹部の人がですね、8人ぐらい、行方不明だそうなんですけど、えー、5年ぐらいですね、えっ、ー、と、どこかこう、海外でのんびり暮らしてですね、えー、見つ、見つかる半年ぐらい前にこう、キャンプか、キャンプか何か開いてですね、あ、いたよ、自衛隊の人、いた、生きてた、みたいな感じでやる、こともですね、やるかもしれないんで、はい。 えー、えー、私の中ではですね、えー、増税の一環かもしれないよというですね、いうお話をするネットの中の人がいたんで、ええー、そうなのかもしれないねっていう動画を撮っただけなんで、えっ、ー、と、私の意見じゃないんでね。はい、ええー、日本国、おと、やめるか、ええー、はい、ね増税するかもしんないよってことで、はい、今回以上、あの、ヘリコプターがですね、 どっか消えたらしいよってことで。あ、で、えー、可能性の話しますか。えー、UFO にですね、連れ去られた可能性もあるかもしれないですね。はい、今回、えー、自衛隊のヘリコプターのお話でしたってことで、はい、以上です。